殉教は、自らの信仰のために命を失ったとみなされる死のこと。キリスト教の歴史でよく用いられる言葉であるが、キリスト教以外の宗教でも見られ、宗教的迫害において命を奪われた場合や、気教を強制され、それに応じないで死を選ぶ場合など、様々な形の殉教がある。なお、キリスト教の一教派である、正教会では殉教との語を使わず、地名。 死名者の語を用いる。信仰のために死を選んだ。最初期の例は、古代のユダヤ教に見ることができる。もともとユダヤ教は、一神教であり、多神教前世紀の古代にあって得意な性質を持つ、宗教であった上に信徒に、独特の生活スタイルを要求することから、ギリシャ化されてゆく世界の中で異質な存在として、別視される傾向があった。紀元前2世紀。 セレウコス朝の王アンティオコス4世がユダヤを統治していた時代、時代遅れのユダヤ教を廃止しようとユダヤ人に対してユダヤ教を捨てることが要求された。マカバ駅2ではその中で気教を拒んだ立法学者エレアザル、ある母親と7人の兄弟が拷問の末に殉教したことが国名に記録され、信仰の模範として称賛されている。 イエスと十二使徒の殉教図歴史的にキリスト教で使われてきた殉教の語は承認という言葉に由来している。すなわち、殉教とみなされるためには、その死がその人の信仰を称していると同時に、人々の信仰を呼び起こすものであるかどうかということが基準とされている。処刑される殉教とともに、迫害と追放を耐えて死ぬこと、信仰のための追放も殉教であるとされている。 キリスト教の最初期の殉教者として、新約聖書に登場するのは、ステファノと使徒ヤコブである。先霊者、ヨハネの死も殉教とみなされるが、伝統的には、イエス・キリストより以前に死んだヨハネではなく、ステファノが最初の殉教者と言われる。伝承によると、イエスの十二使徒は、ヨハネを除くすべての者が殉教したとされるが、史実の裏付けのある者は少ない。 他の新約聖書の登場人物も多く純教の伝説を持つが、これも伝説の意見を出ていない。キリスト教は自分たちのあがめる神以外の神を認めない一神教である。これは古来の神々への崇拝を重視するローマ帝国の政策に反していたため、皇帝ネロ以来たびたびキリスト教は禁止された。五賢帝と呼ばれるハドリアヌスやトラヤヌスは、 帝国の精神的一体性を強めるため古来の信仰の商用を図り、ためにキリスト教は抑圧され、流刑に処されるものが多く出た。さらに後期ローマ帝国において皇帝崇拝が強化されると、キリスト教徒への迫害が強まった。使徒、ヨハネの弟子、ポリカルポスは皇帝を拝む、偶像崇拝を拒み、火炙りにされた後に差し殺されたと伝えられる。 古代末期のディオクレティアヌステイやデキウスミカドは皇帝崇拝を強化し、キリスト教徒を積極的に弾圧した。この時期を大迫害期と呼ぶ。また、初期の教皇とされるこの時期の多くの皇位聖職者たちも、その多くが殉教していたとカトリック教会では伝承される。ローマ人は皇帝が神だと信じていたわけではなく、皇帝への服従を形式によって示すことを、 期待していた。ローマの知識人は、キリスト教の教義そのものを敵視していたわけではなく、むしろ迷信に惑わされたものとして同情していたが、国の政策に公然と反対するキリスト教徒の強情さは罪に値すると考えていた。しかし、自分の口から皇帝を神と認める言葉を出すことは、キリスト教徒にとっては重大問題であった。皇帝崇拝を拒んだキリスト教徒は、 捕らえられて死刑に処された。こうして殺された人を、キリスト教徒は殉教者として、信仰の証人とみなした。なお洗礼を受ける前に、キリスト教への指示を表明して殉教することは、地の洗礼と呼ばれた。ローマにおいて、皇帝崇拝の強制は時折発動されることに過ぎず、その際も、キリスト教徒を根こそぎに処刑するような装置は取られなかったが、初期キリスト教徒にとって、 迫害は生涯のうちに何度か必ず直面せざるを得ないことだった。信仰告白による死の危険を自分がどこまで犯すのか、またそれをどこまで他の信者に要求できるのかは当時のキリスト教徒にとって深刻な問題であった。キリスト教が公認されるとローマ帝国内での迫害、殉教は収束した。キリスト教教会は殉教者を 神と人間を仲介できる存在、聖人と位置づけて祈りの対象とした。また、聖人の遺体も数形の対象となり、病気治しなどの奇跡を起こす力があると考えられ、高額で取引されることもあった。アウグスティヌスは、聖人の遺体を小取引にすることを非難する文章を残しているが、聖人数形自体は奨励している。そこで、ヨーロッパの民衆に、 キリスト教が根を下ろすと、聖人と聖遺物に対する各地域の需要が増えた。その風潮の中で、聖人と聖遺物を増やすために、過去の殉教の伝説が古代に伝えられることがあった。その後、ヨーロッパ北方への宣教者や回収者が、現地の宗教と衝突して殉教する事件が起きた。ただし殉教は、必ずしも、非キリスト教地域に固有な現象ではない。 中世以降、キリスト教家された地域においても、対立する教派に属する者に殺害され殉教する者、あるいは時の政権に反対を述べて殉教する者が出た。宣教者の活動は、破壊を伴う異文化との正面衝突を意味し、そうした点から殉教の機会が増えた。イエズス会等が、非キリスト教地域に宣教に乗り出し、その後多くの宗派が、 世界中に宣教者を送り出すようになると各地で殉教が生じるようになった。例えば16世紀に北米地域でネイティブアメリカンに殺害されたイエズス会員がいる。しかし殉教を作るのは殺す側であって殺される側ではない。大規模な殉教は死刑をもってキリスト教を排除する権力者の政策によるものであった。そういった国々には日本、韓国、 ベトナムなどがあった。日本では、個々の教義や態度が問題にされるのではなく、キリスト教徒であること自体が罪とされた。逮捕された者は、キリスト教を帰教すれば許された。しかし帰教を拒んだキリシタンは、国外追放あるいは死刑に処され、しばしば拷問の末に残酷な方法で殺された。こうして、16世紀末から17世紀初めの日本では、 イエズス会イなど多くの外国人宣教師と日本人信者が殉教した。信仰が極刑にされた背景には、一向一揆との戦いを経験した武将たちが強い、信仰に警戒心を抱いていたこと、一部の外国人が日本人を奴隷として売買していたこと、さらに当時の支配者たちがキリスト教宣教師らを植民地化の先兵ではないかと危険視したことがある。 こうした殉教者の中でも、豊臣政権における、日本26聖人、徳川政権下での聖トマス・ニシと15殉教者は、カトリック教会で劣勢され、ペトロ・キベト187殉教者は2008年に、長崎市で行われた、列腹式において、カトリック教会の副社に劣勢られた。この中には、かつて天章剣王少年施設の一人であった、中浦ジュリアンも含まれている。 この時代のキリシタンたちは、殉教することによって、パライソエき永遠の命を得られるという教えを固く、信じていたため、彼らの多くは、拷問や処刑を恐れず危機として、死の運命を受け入れたと伝えられる。2017年には、信仰のために追放された、ユスと高山右近が、大阪市で行われた、烈腹式において、カトリック教会の副社に列せられた。 宣教師の到来が途絶え、キリスト教徒の活動が表面から消えることで、日本での殉教は少なくなった。しかし完全に耐えたわけではなく、江戸時代を通じて、隠れキリシタンの発覚と殉教が散発した。キリスト教徒に対する迫害は、欧米諸国の圧力で、明治時代初期に法的には廃止された。16世紀のヨーロッパにおいても、イギリス国王のヘンリー・パッセイが、 離婚問題のこじれをホッターにして、カトリック教会から離脱し、自分に都合の良い独自の教会を作ることを決意したとき、ヘンリーパスへの方針に強行に反対したため、処刑されたジョン・フィッシャーとトマス・モアが、殉教者とみなされている。近代から現代にかけても決して殉教とは無縁の時代でなく、その中には殉教者とみなされている者も,もいる。 李氏朝鮮では18世紀から19世紀にかけて多くのキリスト教徒が殺害された。また、日本でも近世から引き続きキリスト教の弾圧が行われ、時には浦上4番崩れなどの大規模な検挙により多くのキリシタンが犠牲となった。19世紀末期、アフリカのウガンダでは反キリスト教的な政策によって多くの信徒が命を落とした。 1917年のロシア革命以降、無神論の立場を取るソビエト連邦政府の下で、ロシア正教会を中心としたキリスト教は弾圧され、多数の信者や聖職者が犠牲となった。聖職者や信者が外国のスパイなどの権威で逮捕され、また多数の者が処刑された。1921年から1923年にかけてだけで、主教28人。 最大司祭2691人、修道士1962人、修道女3447人、その他神と多数が処刑されたとする文献もある。旧聖主ハリストス大聖堂をはじめとする多くの大聖堂もダイナマイト爆破されていった。こうした共産主義による教会弾圧は旧ソ連に限らず共産主義諸国各地で見られ、特に アルバニア正教会における弾圧は熾烈を極めた。信仰の自由が回復された1990年代で生き残った司祭はアルバニア全土で22人しかいなかったとされる。メキシコにおいても20世紀初頭政府の迫害によってキリスト教徒や聖職者が殺害された。1930年代にはスペイン内戦でもカトリック教会が迫害され、 多くの聖職者や信徒が殺害された。彼らのうち233人が、殉教者として2001年に列服されている。1940年代のナチスドイツの強制収容所で命を落とした、ポーランド人、ユダヤ人などのある人々も殉教者とみなされ、列服されている。その中で最も有名なのが、マキシミリアのコルベ神父である。 日本により殺されたキリスト教の殉教者には、神社参拝拒否事件の主はじめ通る牧師、ホーリネス弾圧事件の小山宗介牧師補、菅野栄牧師、小出智春牧師、斉藤康太郎牧師、辻慶三牧師、竹入光牧師、池田長十郎牧師、佐野明治牧師らがいる。また、1989年には、 内戦中のエルサルバドルで死災というだけの理由で6人のイエズス会員が殺害され、世界に衝撃を与えた。コーランではジハードで死んだ者は殉教者であり、天国への道が約束されるとされる。恩恵派もあり必ずしも一様ではないが2001年、アルカアイダによるアメリカ同時多発テロ事件をきっかけに、イスラム過激派、あるいはイスラム原理主義の内在する、そのような見方が、 問題にされるようになった。しかしながら、内乱や紛争を抱える地域を中心に、殉教がムスリムの義務であり年齢は関係ないとして、成人ばかりか少年少女までもが、自爆攻撃を選ぶ事例が後を絶たない。竹杖下道に襲われるメレン仏教では、釈迦の到達したとされる、ネハンの言語にルバーナが、吹き消された状態を意味するため、煩悩が吹き消された状態。 生命の火が吹き消された状態、すなわち、体の死こそ悟り、下脱であるとする立場が現れた。その立場に立って苦行を行い、自ら死に臨んだ僧たちも一種の殉教者と言えるであろう。日本では促進物、仏不堕落都会の例が知られる。現代でも抗議して昇進自殺する仏教僧侶は散発的に現れる。 ベトナム戦争のサイレンゲ座を保ったまま堂々と、昇進自殺したティッククアンドックなどは、その一例である。フルスカオル、ユスと高山ウコン今、降りていく人へ、ドンボスコ社、3冊、2014年7月4日。7から8ページ。ISBN 978から4から886265685。ポルカルポス純教伝、ザ・マターダム・オブ・パリカープ。 ザ・コンテンポラリー・アカウント・オブ・ヒズ・デス・インザレタ・ツーザー・スマーニアンズ・オヤマ・レイジ・ヨハネが受けた、キリストの刑事王軍者さん、秀吉のキリシタン・キ教キとレイト26聖人・殉教、ラウドティ・ジョシ・パウロ会9月28日、聖トマス・ニシと15殉教者、ラウドティ・ジョシ・パウロ会7月1日、ペトロ・キベト187、殉教者、ラウドティ・ジョシ・パウロ会、高山ウコン、副社に、 カトリック新聞オンライン参考図書、高橋康之、迫害家のロシア正教会無神論国家における、正教の70年教文館、1996年、貧乏培う、神の栄光のみ、殉教者式、通り牧師伝すぐ処方、小型守る、日韓教会成長比較命の言葉者、渡辺忍、アジア伝道師命の言葉者、中村里氏、日本における、 福音派の歴史命の言葉者、幼い少女が自爆テロ、カメラの前で殉教します。ハフントンポス、2018年4月2日閲覧、ありがとうございます。